のね、スマホの、あ、危ない危ない危ない、やっほー、みんなありがとう。よいしょ、あれ、ね、あ、ごめんなさい、ちょっと酔っちゃうかも、本当にごめん。嘘、なんで壊れた。よし、ごめんなさい、大丈夫だよね、ごめんね、ちょっとごめんなさい、画面が揺れてました。やっほー、ありがとうありがとね、のタコありがとう、タコさんありがとう、ごめんなさい、画面が揺れてました。じゃあね、この配信はちょっと何しようかなって思ったんですけど、ちょっとね、このですね、ごめんね、ありがとう、カウント管理ありがとう、わー、ちょっとね、さっきまでね、あの人踊りしてた踊ってた、なんか体動かしたくって、どうしてもそう、ちょっと踊ってました。やばい、充電がないから、こっちを、こっちを、よし、オッケー、そう踊ってた、ちょっと疲れちゃったはい、ですね、これで4枠目です。焦りからかわかんないんですけど、ちょっと気持ちができたんですけどそうそう、すごいね、なんか7位かなとのね、差がね、だんだん縮5位のねとの差が広がってきたりで、ちょっと焦っちゃってでもね、皆さんとなら大丈夫だと思って、さっきなぜか人踊りして、今なぜかカチューシャをつけて配信中です。だるまありがとう、みんな星投げありがとう。じゃあこの配信ではちょっと夢品公演をね見ようかな。2週目行ってきます、ありがとう、ハートもありがとう、力不足です、全然そんなことないよ、ありがとう、すっごい力に、最終日までありがとね、カチューシャかわいい、ありがとう。では私は出ているのか、出てた。これはですね、8月25日土曜日、これ初めての日かな、もしかして。これは今 DMM で見てるんですけど、これはもしかしたらね、私が初めて出た日かもしれないです。違うかな、公園に、2期生は春もいますね、いやーかわいいね、DMM 鑑賞中、ロマイラ大好きなんですよね、だるまありがとう。その公演私も夢しな初めて見た、お、本当に一緒、じゃあ私の、そうか、初日の時に来てくださったんです、嬉しいな、見てますね自分、
そうだ、私が夢しらに初めて出させてもらった日は、そう、他の2期生もたくさん出演してて、初めて、そう、そうなんです、確かね、うん、春も初日だったのかな、私と一緒、多分そうだった気がする、私の覚えだと。緊張してますね自分かわいい、みんなさん、夢しなもすっごくいいですね。皆さんは何の曲が好きですか、一番。だるまありがとう、カチューシャ姿も愛らしくて好き、ありがとうございます、カチューシャつけてみた、愛の毛布、あーいいね、愛の毛布私も好き、私はね何がいいかな、飛ばします。飛ばします。青春の稲妻かな。すっごく好き。あとはハートが風邪をひいてるとか。もう大好きです、ね。こんばんは、かわいいね。ありがとうございます。ハートもありがとう。誰かのダンス参考にするの？いいところは、盗みたいって思ってます。ヤヒとかすっごく上手なので、イキスバです、全然ネクタイできてない私はい、青春の稲妻好きなんですよ。いやー、マリナさんかわいい、いやーかわいいな、好き、いやーゆかさんかわいい、いやはるかわいいなまた応援に来ました、ありがとうございます。ネクタイね、難しいよねあれ、すっごいネクタイはね、もう何回やってもね難しい。そう、夢しなで曲中にネクタイを結ぶ場面があるんですけど、いや難しくってそう、できるかな、またネクタイね、笑うよね、ワークル笑っちゃう、尊い、ありがとうMC で日向さんに突っ込んで、そうなんか、そう MC でね、私生きすば、生きるって素晴らしい終わりに MC に出演させていただいてたんですけど、そう、その日ネクタイ失敗した日で、ほんと変な結び方しててあ、全然結べてないですね。あー、つぐみさんかわいい、いきなり自分出てきた、
い、ユニットはバイバイバイをやらせていただいて、このザ・ AKB みたいな衣装をね着ることができてすごく嬉しいです。この日はハルとつぐみさんと一緒でした。いや、ハルか、うわー、私が歌っているよ恥ずかしい。うん、バイ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 。知りない、ピース、自分の動画見る、一回見ます、一回見る一回見る。いやー、あんまりでも自分のことをね見て研究しなきゃっていうのは分かってるんですけど、いやー、なかなか自分を見るのはね恥ずかしい。でも見るようにはしてます。そう、それより他のメンバーを見てね勉強したいっていう。一回だけ、いやー、この曲いいですね。でも私、記憶のジレンマがね一番好きです。いつかやってみたい、うん、そう、私昼公演にね出させていただいてました。さあや、かわいい、かわいい、びっくりした、かわいい、あ、かほかわいい、あー、イニアさんかわいい、あー、マリナさんかわいい、優勝。美人、はい、衣装も好きで、白い衣装なんですけど、記憶のジレンマ衣装をね着てみたくって、涙になる忘れられる愛しさ、あまりに長い旅。だるまありがとう。そうなんですよ、うん、星投げもいっぱいありがとう。三種お届け管理ありがとう。いや、いつもありがとう。じゃあ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 、アンコールいきますか。50% で暴れてる人が私だった。バナナからの記憶のジレンマ、ギャップありすぎて好き。ああ、確かにわかります、それ、うん、やっぱユニット、そのギャップがいいですよね。ノリノリの曲とこの ありがとうございます。そう、初見のね読み方が初見かと思ったよ。いや、今はちゃんと分かりますけど、初見さんありがとうございます。よかったら星投げ買う、ユニットかな、どんな曲とかをしてみたくって、私すっごいもう激しいダンス曲、そんな別にダンスがねずば抜けてうまいってわけじゃないんですけど、でもかっこいい曲をやってみたいっていうのはあります。
ファイトありがとう、ダルマありがとう。私だ、はあ、私がいるコンフェッションとかしてみたいですね。うざとか、あーうざなの、うざなの、ちょっとどっちか分かんない。星投げカウントをありがとう、ありがとうございます。会場来た、星返していきます、ありがとう、いってらっしゃい。 そろそろですね。だるまありがとう、また来ました、イベント頑張ってください、ありがとう、頑張ります。この曲もすっごく好きです。ハートが風邪をひいた夜、結構なんか切ない感じの曲なんですけど、この曲をやるときは表情とかね、表現とか、そうどうしたらいいかとかいろいろ研究して、歌詞にね合った表現をしたいなって思ってて、この曲は特に心がけてますね。そう歌詞もいいんですよ。フル完了したのでダッシュで帰宅します、ありがとう、気をつけてね。大人っぽい表、そう大人っぽくしたいなって。曲ごとにめっちゃ世界観を変えてくるよね、素敵。そう世界観をね、特に私はだから、こう公演の公演曲のそう全部歌詞を読んで、あとメロディーとかを聞いて、ここはどう表現したらいいかなとか、そう私は毎回ね、この夢品公演は毎回出させていただいてたわけじゃないので、この土曜の土日の昼の昼公演のこの1回にかけて表情とか表現とかを考えて踊るようにしてました。だから早くまた出演できたらいいです。そう全体曲もなんですけど、ユニットもそうだし全体曲もなんですけど、このテンションの上がる曲と、こうやってこういう風にしっとりした曲とか、すごい振り幅がねすごいので、私自身もパフォーマンスしててすっごい楽しいです。門さんからアドバイスもらったり、そうなんですよ、研究生のみんなにその夢品公園で合わせたところとかをこう送ってきてくださって、教えてくださるんです。だから私たちはそれを見て直したりしてて、森江校あたりが見たい、あちょうど森江校も好きなんですよね。この曲ってそう動かないんですよ、あんまり、だから手振りだけなんですよね。そうだからこの16人で振りがぴったり合うとすっごいかっこよく見えるなと思って、そうこの曲は手の角度とか高さとかもちゃんと合わせました。そう森へ行こうね、意外とね難しいんですよ、手振りが。
そう、この指をね、こう腕を上げるスピードとかも合わせましたね。そう、揃うとやっぱり綺麗ですよね、うん、角度とかもちゃんと合わせるとすっごく綺麗に見えると思うので、そうですね、うん、ねっていう感じです。ハーモニーも好き。そう、あのこの曲ハモリがあるんですよ。私がどっち歌ってるか分かりますか？ダーメロから私は一番前の列に行くんです。そして木、サビはね、私ハモリ上なんですよ。そうで、あ、間違えた、あ、いいんです、上です。かっこいい、この誰かが確かに、です。そして青春の稲妻、ステボしました。ありがとうございます。ありがとうございます。青春の稲妻はすごくフォーメーションが結構激しく変わる曲なんですけど、そう、それがすっごく綺麗で、サビとかはね、このフォーメーションがね、こう上から見るとこうなった、か二重の丸みたいになっててなんですよ、このサビのフォーメーションすごい綺麗なんですよね。かっこいいですよね。森へ行こうで、ジャケットをね着てるんですけど、この後半曲でジャケットを着てて、森へ行こうの時はジャケット閉めてるんですけど、青春の稲妻始まる時にジャケットの、ね、ボタンを開けるんですよ。でこの中から白シャツが見えてるのがまた可愛いですね。かっこいい。そう、結構この曲入れ替わり、メンバーのね入れ替わりが激しくってそうだから、このどこを通るかとか結構細かく決めました。あと顔のね、もう向きとかも揃えたし、そうそう、あ、ソロダンスがあるんですよ、感想で。かわいいです。ボタン外すの忘れてないか奈々子さんがチェックしたら、でもありがたいです本当に、ね、忘れちゃうのがもう怖いので、私もこう多分もうね3度目くらいしてから行きます、大丈夫だよねって。クロスするときにぶつからないかドキドキする。あ、そうなんですか。じゃあファンの皆さんってそこドキドキしながら見てるんですね。確かに結構狭いですもんね。でもね、大丈夫なんですよ。そうなんだ。保証ないどうぞ。ただいまタイムセール中なのでもらっててください。いや、もう40分だ。あ、まだだった。最終カウント完了、いつもギリギリです。大丈夫です、ありがとう。お疲れ様。夢品解説さん面白いよ、参考になる。おい、本当に嬉しい。じゃあ次はパーティー公演やろうかな、次の枠で。
そう、この前あのマリナさんと一緒にやらせていただいたんですけど、あのじゃあ次は個人個人で解説しようかな。いや自分のダンス全然ダメですね。もっと練習しないと。パーティー公演、一人解説対一人解説。タコありがとう、はい、ということでここまでです。そろそろ終わりですね。そう、5枠目、そうですね、夜なのでさらに、かな。じゃあ次の公演、公演じゃない間違えた次の枠はまたあの今度はパーティーが始まるよ公演の解説を改めてしようかなって思います。ハートありがとう。なのでじゃあまた8時10分に来てください。はい、8時10分になったらここのルームに集合です。よろしくお願いします。じゃあそろそろですね。30分解説忙しそう忙しいの30分でね全部はできないと思うんですけど、よろしくお願いします。じゃあまた来てください。ありがとう。またねー。